一人でいるところに話しかけたら突然キレられましてね。なあ風間、そうなのか。ああそうだよ、ずっとこの調子ですよ。全く反省の色は感じられませんね。本当に申し訳ありませんでした。申し訳ありません。とんでもないことをしてくれましたね。またあなたですか。申し訳ありません。今回はさすがの山口先生もピンチですね。山口先生、幸いにして刑事さんが事件にはしないとおっしゃってくださったからよかったようなものの、事件にならなかったとはいえ問題は問題です。風間が罪を犯したことは事実なんですから。学校としては風間くんに厳しい処罰を下すべきと考えます。え、もしかして退学ってことですか。覚悟していただいた方がよろしいかと。理事長お願いします。蓮を退学にしないでください。やめろ、みっともねえだ。あんたもちゃんとお願いしなさい。先行に頭下げるかよ。このままじゃ退学になっちゃうでしょ。いいんだよ別に、退学になったっていいわけないでしょ。俺の人生なんだよ。兄貴には関係ねえだ。風間。